ソネシズオソネシズオから1903年5月30日は、日本の大倉官僚。大倉省国際局長、津月と無省北部局長、台湾総督府民政局長、関西山形県知事、北海道拓殖銀行所大統領、陽明、名、三能三郎。安房国平軍、奥山村で、農業、ソネ良介、文夫妻の三男として生まれる。 農業の傍ら、読み書きを、光明寺住職、帝王氏に、算術を、高見葛蔵に学ぶ。その他、剣道も修行した。明治3年頃に上京し、蕎麦屋の出前、医師の書生などとなる。1872年7月13日、法条件15等出資となり、基礎改正の試験実施作業を担った。1873年5月、法条件で、 血税一期が発生し、その対処に尽力。1876年1月、内務省地理領求党出資となり、同年4月、地祖改正事務局に転じた。1877年4月、西南戦争の最中、鹿児島県一等族を命ぜられ不任。後、租税課長兼庶務課長を務める。1879年3月、内務省地理局を雇いとなり、 新潟県一等族、内務省三輪局秋田出張所長などを歴任。1881年4月、三輪局が新設の農商務省に移管され、同省に移動。1881年11月、大倉省に転じ、大倉県少書機関、主計局総予算決算課長などを務める。大日本帝国憲法施行後の予算編成の、 広報論について研究し、その確立に貢献した。1893年5月、大倉省国際局長心得となり、同年11月、国際局長に就任。日清戦争における国際募集に尽力した。1896年4月、新設の津月と無省北部局長に就任。上司の高島智之助津月と無大臣からの儀。 マレスケ台湾総督に推薦され、1897年7月、台湾総督府民政局長に就任。さらに、同府財務局長を兼務した。野木総督の退任に伴い、1898年3月に辞職しりだい。同年6月、山形県知事に就任し、1899年4月まで在任した。同年5月、 北海道拓殖銀行設立委員を命ぜられ、1900年2月同行設立後に初代頭取となり、在任中に死去した。ありがとうございます。